FCA、フィアットクライスラーオートモービルズのジープブランドは、2月に米国で開催されるシカゴモーターショー2020において、ジープパフォーマンスパーツを装着した限定車を初公開すると発表した。この限定車は、FCA のモパー、モパーブランドが手掛けるジープパフォーマンスパーツを装着する。モパーは、FCA の純正用品のブランド名だ。旧クライスラーは1928年、ダッチを買収し、傘下に収めるが、その翌年の1929年、純正パーツを取り扱うクライスラーモーターパーツコーポレーションを設立した。同社は1937年からブランド名としてモパーを使用しており、現在、モパーブランドの純正パーツは50万点以上を数え、世界150以上の市場で販売されている。ジープパフォーマンスパーツは200点以上をラインナップする。オフロードパフォーマンスのファン向けに特別に設計されたパーツとアクセサリーだ。なお、ジープブランドはこの限定車のティザーイメージを1点公開している。